このねゴジラの中でバトラーとドラッドっていうのは、はい、これは僕が作ったクリーチャーなんですよ。どうもトモハッピーです。いつも見てくれてる方ありがとうございます。まだの方チャンネル登録お願いします。今日なんですけど、なんと有名映画監督の大森和樹さんとこれからビデオ通話させていただきます。先日発売したねマジックザギャザリングの最新セットイコリアで、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけどね、日本を代表する映画作品であるゴジラシリーズとマジックザギャザリングのねコラボでゴジラたちがカードになってね登場して大暴れ、今まさに大暴れしてる最中なんですけど、そのコラボレーションがあって、でありがたいことにご縁をいただいてね、そのゴジラシリーズの育ての親の一人でもある大森和樹監督とお話しさせていただけるっていうことになりました。ゴジラファンの方たちの中でもやっぱり根強い人気がある平成ゴジラシリーズのね中の4作品、大森監督はご担当されていて、今ねすごいワクワクしながらも結構緊張もするんじゃないかなって怯えてる状態でもあるんですけどね、早速電話してみます。スカイプ使うの初めてだな。はじめまして大森監督、私、はい、トモハッピーと言います。よろしくお願いします。よろしく、はじめまして。はじめまして、今回ご縁いただいてありがとうございます。はい、で今回ですね、あのゴジラシリーズと世界的に人気のあるカードゲームマジック・ザ・ギャザリングのコラボレーションということで、はい、そういったご縁いただいてもう大変ありがたく思ってるんですけど、こうゴジラが出てくるのはびっくりしたんですけどね、マジック・ギャザリングですかに。いや僕もびっくりしました。初めての大型コラボが日本のゴジラシリーズということで、また今ゴジラに興味をこう持ってる人が僕の周りではすごい増えていて、それで今日はそのマジックについてのことをどれぐらいこう知ってましたかとか、逆に僕たちがゴジラのこといろいろ教えてほしいななんていう感じでやらせていただきたいんですけど、まず今回このゴジラとマジック・ザ・ギャザリングのコラボレーションって大森監督どうやってご存知になられたんですか？いや突然うちの子供が、はい、詳しいんでこういうのが始まったいうのを聞いて、という感じだったんだ。息子さんが、うん、彼子供、息子は中学生の子、もう20年ぐらい前になるんかな、はい、初めてやって家にいっぱいマジックのカードがあったのが最初ですね。僕もあの事前に伺ってたんですけど、そうですよね、マジック・ザ・ギャザリングをもうずっとプレイされてるんですよね、息子さんが。うん、僕らの世代ではもう特にこう人気があって、うん、あの僕も息子さんも年がそんなに遠くないんですけど、あのめちゃめちゃ人気があったんですよね。僕らが中学生高校生の時に、うん、ほんとバーッと盛り上がって、でクラスの男子半分ぐらいやってました、僕の世代とか。そうなの、はい、いやでもそんな人気あってもね、ブームで一時のもんやと思ってたから。そうですね、うん、そんなもんやってても一生続かへんぞっていうようなこと言ってたのが、はい、もう20年ぐらい経ってまだやってて、しかもそこにゴジラは登場したんですごいびっくりしましたね。すごいことですね。ゴジラの映画はもう1989年だから30年になるんかな、30年前ぐらいです僕はゴジラの映画に携わってたのは。それから10年経ってマジックギャザリングが出てきて、それから20年経って今になってるっていう、すっごい長い歴史ですね、ゴジラとマジックギャザリング。すごいですね。両方とも人気があって、かつ歴史もあるから、ね、こう実現した時のインパクトがものすごいですよね。だから、まあゴジラもそうですけど、マジックギャザリングもそう、はい、長く続くようなすごいことですよね。いやものすごいですね。ねえ、だからゴジラも僕映画やってる時30年前でしょ、はい、で作って封切ってまあ1ヶ月ぐらい上映して、はい、それで終わりかなって思ってたのがこう30年経ってまだゴジラゴジラ言われると
すごいですねっていう感じですね。もうずっとあの映画なんか一瞬で終わるもんや思ってたのがずっと続いてまだ未だに残ってるっていうのかな。さらにさらに世界に羽ばたいてますもんね、こちらは。ちょっとあの本あれこのこれ一番新しいんだけど、今度ほらゴジラ対こんな本が出るんですよね。ゴジラ対キングギドラ。こういう、いろんな資料を書いた本が、で、こういう本が出ると、出版記念で、みんなで集まってわーっとやってるとかね。まあ、今年は出たばっかりなんだけど、このイベントは、まあ、コロナの影響もあってやってないんですけど、そういう、ああいう本がね、ファンの中で突然作られて出てくるんですよね。僕正直、ゴジラが強く記憶に、残ってる世代で、今36歳で、特に平成ゴジラシリーズ、大森監督が手掛けられたゴジラ対モスラとか、ゴジラ対ビオランテだとちょっと幼すぎて、当時の記憶はないんですけど、あと、結構、はい、そうですね、だから一番初めて映画館に行って見た映画はゴジラだった、ビオランテだったとか、そういう世代はいますね、はい、いや、そうですね、本当になんかもう当時から、すごい、インパクトがあって記憶にはこう刻み込まれてるんですけど、やっぱりこうストーリー面とかが子供すぎてずっと覚えてられる力はなかったんで、とか当時見ててもよく分かんなかった部分が、でも当時ワクワクしてゴジラを見てたんですよね。それが大人になって今回改めて見させてもらったら、すごくなんか大人もめちゃめちゃ楽しめる作品でびっくりしました、改めて。だからこっちは割とそんなお子様向けに作ってなかったから。そうですよね。そんなちっちゃな子供が見てると、はい、本当に知らなかったですね。それで、その子たちが大人になって、はい、ちっちゃい頃見たゴジラが言われると、はい、そんな子が見てたのかと今更なが思いますね。今回監督のお手元にコラボカードサンプルで、はい、見せていただいたのって今お手元あります、はい、これ、はい、これ初めて見たんですけれど、はい、このカードって一通りご覧いただけました？はいはい、表ゴジラで裏は昔からのこうマジックのカードなんですけど、そうですね、これはよく覚えてますよ。だから子供のちっちゃい頃家に部屋にいっぱいあったり、いっぱい束になって重ねてました。覚えてます。よくなんか。で、そのこっちからゴジラになるとは思わなかったですね。いや、びっくりですよね、本当に。絵は、海外のアーティストが描いてるんですか？そうです。日本の方も一部いらっしゃるんですけど、ほとんど全て海外の方で、アメリカだったり、すごいね。はい。で、このゴジラカード、選手の中で、カードとして、なんか見た目どれが一番好きですか？っていうかね、はい、19枚あって、はい、4本かかってるんですよ、平成ゴジラシリーズに。はい、で、19枚中7枚はもう自分が関わったゴジラなんですよ。19枚中7枚。それで、どういう選び方したんか知らないけど、はい、もっともっといっぱいあるんだけれど、こんなに、はい、確率高くあるのに驚いちゃったんですけど、キングギドラでしょ、ビオランテがあって、まあゴジラはゴジラであるんだけど、デストロイヤーがあって、で、これは渋いんですけど、バトラと、はい。ドラッドって、これはね、はい、よくこんなレアな怪獣をピックアップされたなと思って、なんでこの2つが入ってるんだろうと思って。あんまり知られてないですよね。僕面白くて、これゲームで実際にゴジラのカードを全て使って対戦してみたんですよね。そしたら、片方の人の場にモスラとバトラが一緒に出て、一緒に戦うみたいなのがたまたま発生して、めっちゃ上がった。普通ね、ゴジラ作品いっぱいある中で、はい、普通出てこないですよ、バトラとかドラッドっていうのは。これは驚きですね。もうマイナーなキャラクター。それと、はい、このねゴジラの中でバトラと、はい、
ドラッドっていうのは、はい、これは僕が作ったクリーチャーなんですよ。ああすごい。名前つけたのも僕ですよ。海の親なんですね。海の親ですよ。すごいなと思って。だからドラッドっていうのはキングギドラの脚本を書いた時に、はい、そのキングギドラの元は何かっていうんで、要するにこういう小さなペットが放射能を浴びて巨大なキングギドラになりましたっていう設定上で作ったあれなんですよね。結構ね、ゴジラファンの中では不評のキャラですよ。キングギドラってそんなんじゃないだろうっていう宇宙怪獣のはずが、こんなペットがキングギドラになりましたいうのを、大貧縮やったんですけどね。よく考えたあれです。バトラーっていうのもね、これはね、はい、モスラ対ゴジラの脚本書いたときに、はい、モスラっていうのはその平和で、うん、要するに優しい、いいもの怪獣なんだけど、悪いモスラを作ろうっていうんで、バトルモスラっていうのを考えて、はい、それと、いいもののモスラが戦ういうシチュエーションを考えたんです。その時に無理くり作ったら相手がバトラーなんですよね。バトルモスラの略でバトラーだったんですね。そう、モスラが綺麗からもっと汚いのって言うんでね、はい、デスラっていうのが一時あって、デスラにしようかっていう。デスラで、うん、で、デス、そしてデスラーっていうのが宇宙戦艦ヤマトに出てくるデスラーっていうのがあるんで、はい、それはかっこよくないっていうんで、バトルモスラーバトラーにしたんです。僕名前つけたんですよ。だからね、それがね、俺、このね、レアキャラクターが2つ入ってるのがね、ちょっとびっくりしましたね。こんなこれでメジャーにしていただいたという。まあ、あとアンギラスとか昭和のゴジラ、ガイガンとかいろいろあるんだけど、その中で平成のが6つあって、で、レアなバトラとドラッドが入ってるのが、すごい気に入っちゃって。ああ、よかったです。多分ね、映画会社の方はなんでこれ選んだんと言ったんじゃないかなと思うぐらい、レアキャラですよ、これ。これ監督にもよかったら見てみてほしいです。あ、今ぜひ見てください。今、はい。よかったら一つずつ。ああ、モスラの眉が出てきました。ああ、モスラの眉。これね、たくさん出るやつですね。ああ、そう、ね。国会議事堂じゃないんですね。ああ、映画ではね、東京タワーですよ。はい、本当は映画では東京タワーなんですよ。モスラが眉張るのは。これはなんか50の塔ですね、なんか。なんか、そんなのってあったんですか、映画で。モスラの。いや、これはないと思いますよ。モスラは。創作ですかね。うん。これ、スペースゴジラが出てる。ああ、これ。これ。すごい、カード名が今、すごくて、たまたま被っちゃったんですよね、情勢と。3枚いただいたんで、3つ目は。あと1枚ですね。今のスペースゴジラ結構ベビーゴジラ。ああ、ベビーゴジラ。これは、ゴジラ対メカゴジラに出てきたのかな。ねえ。うん。ちなみにこれらのゴジラのカードたちって、カードの見た目はキャラのイメージと、なんかこう、一致率ってどれぐらいなのかなと思いまして。いや、結構ね、はい。近いんじゃないかな。特にキングシーザーなんていうのは、すごく、元よりかっこよくなってますよね。再現率高いっていうよりは、むしろかっこよくなっちゃったんだ。なんか、もっと映画で見たときは、いかにも作りましたっていう感じだったんですけど。逆にね、このドラッドっていうのは、ほんと正確に、まんまですよ。僕、映画でドラッドって、まあ、脚本も書いてるから、脚本でドラッドって、はい、その、小さなペットの怪獣みたいな、書いてて、それで、まあ、
映画にするときそれをこうデザインする人たち見せてもらったときにと思ったんですよねあんまりにもちょっとあんまりやないかなっていうなんか それまでの怪獣のイメージと全然違いますよね。映画でこれ出てきたときにこれちょっとちゃんと見せられないなっていうぐらい、当時 CG もない時代ですから、はい、こういう作り物でパッと出されたら、という、あんまりにも、そのまんまこれになってますね。すごい。そんな最近。そのまんまですよ。一番近いんじゃないですかね。映画の中に出てきた、あれと、まんまですよ。大事なことをお伝えしてなかったんですけど、うん、このドラッドのカードが、その19種類の中で、一番強いです、僕的には。あ、そうなの。もう、はい、ドラッドがそんな、私が作った怪獣がそんな、30年を経てそんなになるとは思わなかったですね。すごいですよね。ゴジラ対キングギドラって映画の中に出てくるんですけど、はい、今見てもドラッドが出てくると、うわぁ、失敗だったっていう、そういう感じのキャラなんですけどね。そうなんですね。で、それがここに出てきたんで、びっくりしてさ、こんなんが出てくるとは、夢にも思わなかったですね。当時、アメリカ映画であったグレムリンっていう、あれをイメージして、はい、イメージとかパクったんですけどね。もうグレムリンみたいなのをデザインしてって言って頼んだんですか？まあ、で、なんとなくデザインする方も、これはあれを狙ってるなっていうのが一心伝心で分かったんじゃないかな。ドラッドの話ができたら満足です。ありがとうございます。僕もすごい聞けて嬉しかったです、ドラッドの話。結構僕の中でビオラントは有名だし、はい、キングギドラは僕が作ったんじゃなくてずっと前からあったキャラ。昔からいますよね。はい、デストロイヤーも僕らの時にできたキャラなんですよ。昔からいない。はい、そういう意味では、平成ゴジラシリーズのファンですよね、これは、チョイスした、方々は。そうですよね、間違いないですよね。うん、ちなみに、さっきからいろいろ教えてもらってるんですけど、ドラッドが出てくるゴジラ対キングギドラが、平成ゴジラシリーズの中でも、やっぱり一番おすすめですかね。っていうわけでも、ね、評価が高いのはビオランテが評価が高いんですけどね。あ、一番最初に手掛けられた、出し切ったとおっしゃるんですか？ですよ。これもビオランテも作って公開した時はさほどでもなかったんですよ。興行収入とかそういうのも含めて。で、それはやっぱりね、ずっとじわ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 と人気が上がってきて、結構今ベスト3ぐらいに入る、ゴジラの中では入ってるんじゃないかな。でも、ファンの方の中で、今まで出たゴジラの作品でベスト3に選ばれるみたいなんですね。3本選べると、大抵は入るんじゃないかな。すごい。今、改めてゴジラに興味持った方、新規でゴジラに興味持った方が、こう、改めて昔の作品とか、今までの作品の中でいいの見てみたいな、なんて時に、監督が手掛けられた作品の中で、一番見てほしいもの、最初見てほしいもの、それ以外の作品の中で一番最初に見てほしいものっていうのを2つお伺いしたいなと思ってたんですけど、監督手掛けられた中だとやっぱりじゃあ、中でもね、ビオランテですか？あれ評価だ、ビオランテ評価って個人的には、はい、キングギドラの方が面白いですけどね。両方見ます。結構見ます。ビオランテの方が割と正統派真面目にな怪獣映画なんですけどね。はい。キングギドラの方はもうかなりエンターテインメントで理屈はおかしいんだけれど、とにかく見せ場だけで、って言って、ゴロゴロ転がるような映画ですね。展開がめちゃくちゃ早いんですね。早いんですよ。だから、パッと見た目には、僕、キングギドラの方が面白いんじゃないかなと思うんですけれど、ゴジラファンの中ではやっぱり、なんていうかな、変な話だけど、ちゃんとしてるのはビオランテみたいですね。それ以外で言うと、僕は、
昔のゴジラだとキングコング対ゴジラが好きですね。キングコング対ゴジラ、ゴジラっていうのはこれ何年ぐらいの作品なんですか。東京オリンピック前の年だから1960年代ですね。60だいぶ昔ですね。大森監督が子供の頃なんじゃないですか。そう、僕はね、小学校6年か、はい、それぐらい見た映画です。だから子供の頃見た中で一番記憶に残ってるんですね。だからそれはね、ビオランテ見て、子供の頃見てゴジラ面白かったいうのが僕にとってはそうですね。僕はちっちゃい頃見て面白いなと思ったの。いやでもすごいありがとうございます。なんかゴジラ愛がものすごくゴジラ愛を感じるトークさせてもらってますますゴジラに興味持っちゃいました。それがね、こういう形で まだ出てくるかいう感じだね。マジックギャラリーのカードに出てくると、いや本当に嬉しかったですよ。ドラッドとバトラーは名付け親ですからね。ゴッドファーザーですからね。ゴッドファーザー今度僕もマジック・ザ・ギャザリングを監督にたくさんお伝えしたいんで、はい、ぜひ情勢が落ち着いたらご自宅にも遊びに行かせてください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。すごいトークに引き込まれちゃいました。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。失礼します。はい、いやありがたいことでね、だいたい45分ぐらいお話しさせていただいちゃいました。なんて贅沢なんだろうっていうね、もうめちゃめちゃゴジラ愛あふれる、トークにね興奮しちゃったんですけど、こっちもめちゃめちゃ笑顔になっちゃって興奮しちゃったんですけどね。マジック・ザ・ギャザリングの歴史も26年以上ありますけど、65年以上のね歴史がある、日本を代表するねエンタメコンテンツのゴジラとコラボさせてもらってね、ぜひねマジック好きの皆さんも、ゴジラのね作品どれも面白いんで、さっきの監督のお話なんかも参考にぜひ見てみてください。改めまして、今回ビデオ通話にてご協力いただいた大森監督、それから、息子の和人さん、ご協力いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。